オピオイドは、消しから採取されるアルカロイドや、そこから合成された化合物、また体内に存在する内縁性の化合物を指す。鎮痛、透水作用があり、また、薬剤の高容量の摂取では渾水、呼吸抑制を引き起こす。医療においては、手術や癌の疼痛の管理のような強い痛みの管理に不可欠となっている。 このようなアルカロイドやその半合成化合物には、モルヒネ、ヘロイン、コデイン、オキシコドンなどが含まれ、また合成オピオイドには、フェンタニル、メサドン、ペチジンなどがある。これらは本来的な意味で麻薬である。オピオイドとは、オピウム類塩物質という意味であり、これらが結合するオピオイド受容体に結合する物質として命名された。軟因性のオピオイドには、エンドルフィン、 エンケファリンなどがある。オピオイド薬の使用には、オピオイド依存症や離脱症状、また過剰摂取による死亡の危険性がある。そのため多くの国で寄生物質となっている。アメリカでは2015年内には2.4億件のオピオイドが処方されており、薬物中毒死の43%までもオピオイド医薬品の過剰摂取で占めている。 2014年にもアメリカ神経学会は、頭痛、腰痛、繊維筋痛症などの慢性の頭痛では、オピオイドの使用は危険性の方が、はるかに上回るという声明を行っている。死亡は止まらず、2017年にはアメリカで、オピオイド危機と呼ばれる、公衆衛生上の非常事態が宣言された。OECD25 カ国を対象とした調査では、 オピオイド関連死亡の平均は2011年から2016年にかけて20%以上増加しており、その要素として OECD は、疼痛管理目的の処方、および過剰処方の増加を挙げている。そのため OECD は根拠に基づく、臨床ガイドラインや、処方サーベイランス強化などにより、処方規制の改善が必要だと勧告している。オピオイド乱用は、 医療サービスへの大きな負担である。ペンタゾン注射液オピオイドとは、消しから採取されるアルカロイドや、それから合成された化合物、また体内に存在する内炎性の化合物を指す。オピオイドは、鎮痛や糖水といった共通した作用を持つ。消しから採取されるアルカロイドや、それから合成された化合物は、高容量を摂取した場合に、昏睡、 呼吸抑制を引き起こす。一般的に、オピオイドは、麻薬性鎮痛薬を指す用語であるが、麻薬イコールオピオイドというわけではない。消しのアルカロイドやその半合成化合物には、モルヒネ、ヘロイン、コデイン、オキシコドンなどが含まれる。また合成オピオイドには、フェンタニル、メサドン、ペチジンなどがある。生体内で産生されるのオピオイドはペプチドであり、作用する。 オピオイド受容体サブタイプの違いによって、エンドルフィン類、エンケファリン類、ダイノルフィン類の3つに分類される。合成オピオイドのうち、鎮痛作用を有するものは、暇薬性オピオイドと称され、その代表は、オピオイドのうち、鎮痛作用を有するものの構造には N、N ダイオールコルマイナス3、3ダイオールコルマイナス3フィナイルプロピナミン、 という共通点があり、モルヒネソクと呼ばれている。麻薬とは、通常は麻薬性鎮痛薬として、この記事にて説明しているオピオイドや、またはさらにその競技のオピエードを含めて指す用語である。しかし、そうした薬理学的な定義と関わりなく、一般用語あるいは法律上において、コカインや大麻などを含め違法薬物を指して用いられている場合がある。そのため、 世界保健機関の薬物に関する文書では、麻薬の語ではなく、より具体的な意味を持つオピオイドの語を用いている。現在では、麻薬という用語は、社会的用語であり、薬理学的あるいは、分子生物学的用語である、オピオイドとは意味が異なる。麻薬及び、厚生神薬取締法で、麻薬に指定されている薬剤が麻薬であり、オピオイド需要体とは関係しないものもある。 例えば、オピオイドではない、ケタミンは、麻薬に指定されているので、麻薬性非オピオイド鎮痛薬になる。手術侵襲に対する鎮痛と、過剰なストレス反応の制御、岩末期のような強い痛みに対する鎮痛手段として、広く用いられており、医学の進歩した現代においても、最も強力な鎮痛薬であるとともに、麻酔臨床では必要不可欠な薬剤である。 手術の麻酔で使用されるオピオイドは日本ではモルヒネ、フェンタニル、レミフェンタニルである。欧米ではこの他にアルフェンタニルやスフェンタニルも使用されている。オピオイド依存症であるかは当初の想定よりも使用量が増加し離脱症状を呈する薬物の使用が制御できない、またそれらによって引き起こされた機能的な状態が重症であるなどの いくつかの診断基準を満たすかに基づいて診断され得る。2008年のレビューでは依存率は全体として3.3%であり、アルコールや薬物依存の既往歴のある場合に5%、そうでない場合に0.2%であった。アメリカでは2000年以降にヘロインを乱用したものの75%が処方薬のオピオイドによって乱用を開始している。 オピオイド使用障害は、意図しない過剰摂取による死亡だけでなく、自殺と関連しており、アメリカでのオピオイドの使用が深刻化した結果、自殺率も上昇してきた。依存症の治療は、半減期の長いオピオイドメタドンや、より新しいものでは、オピオイド受容体に作用するブプレノルフィンに置換して、前言するのが、標準的である。活性成分にイボガインを含む、幻覚剤である、 イボガを用いた治療は標準的でない治療法として実施している施設がある。オピオイドによる離脱症候群には、渇望不安、不快、悪び発汗、立毛、流類、微老、不眠、吐き気や嘔吐、下痢、痙攣筋肉痛、また発熱が含まれる。モルヒネやヘロインなどの短時間作用型の薬物では、離脱症状は、 最後の接種から8から12時間以内に発症し、48から72時間でピークに達し、7から10日後にかけて消えてゆく。メサドンなどの長時間作用型の薬剤では、離脱症状の発症は1から3日であることもあり、一般的により、軽度の症状が長く続く。1 0性離脱として、上記のような急性の離脱症状に続き、数週間から数ヶ月にわたって、 あまり明確ではない症状が生じることがある。2014年にはアメリカ神経学会がオピオイドによる死亡の増加から声明を出しており、頭痛、腰痛、繊維筋痛症などの慢性疼痛状態では薬剤使用の利益を危険性の方がはるかに上回るとした。これは最良の方法を挙げており、処方を行う前に処方データ監視プログラムを確認することや、 1>, 1日に、モルヒネに換算して80から 120mg に相当する場合には、頭痛管理の専門家に相談することが含まれている。死亡の増加により、アメリカ疾病予防管理センターは2016年にガイドラインを公開しており、それは、慢性頭痛では、運動や認知行動療法のような飛薬物療法や他の薬物療法を推奨し、オピオイドは、 最小有効量で使用して定期的に痛みが改善しているか観察することが必要であるとしている。オピオイドとオピオイドレセプターの欠乏により G タンパク質を介して神経細胞の過分局が生じて神経伝達系が抑制されると考えられている。しかしその神経回路などについては不明な点が多い。G タンパク質はそれぞれのレセプターに関与する イオンチャネルに作用すると考えられているが、その詳細は明らかになっていない。モルヒネ、フェンタニル、レミフェンタニルの薬物動態における特性を示す。フェンタニルは、使用性が高いために定常状態における分布容積が大きいことが特徴で、血中濃度の低下には、再分布が大きな意味を持つ。レミフェンタニルは、エステル構造を有し、 血中あるいは組織中のエステラーゼにより、速やかに分解される。生体に投与されたモルヒネの約60%は肝臓で、残りは腎臓で代謝される。肝臓で代謝されたモルヒネは、モルヒネ3グルクロナイドと、モルヒネ6グルクロナイドになる。M3G には鎮痛作用はないが、M6G の鎮痛作用はモルヒネよりも強いと言われている。 腎不全患者では M6G の排出が遅れて著しい呼吸抑制を来たす可能性がある。フェンタニルは肝臓で速やかに代謝されるが、その代謝産物にはほとんど鎮痛作用がない。レミフェンタニルは投与中止とともに速やかに血中濃度が低下するため、術後呼吸抑制の心配が少ない。そのため超短時間作用性オピオイドとして有用で、あるが、 投与中止により、速やかに、鎮痛効果が消失するので、術後の疼痛対策が必須である。オピオイドに、ベンゾジアゼピン系の薬物が加わることで、呼吸抑制作用が増強され、意図しない、死亡事故が生じやすい。薬力学的相互作用アメリカの処方記録によれば、2000年代に、オキシコドンや、アセトアミノフェントヒドロコドンの合剤であるバイカデンの、ようなオピオイドと、 アルプラゾラムやロラゼパム、またクロナゼパムのようなベンゾジアゼピン系の薬剤の処方はそれぞれ増加した。2010年には検視官から提出された死亡診断書などシーファイルの調査によって22,134例の医薬品による死亡のうち16,651例がオピオイドが関与したものであり、そのほぼ30%はベンゾジアゼピンが組み合わさった。 ものであった。このような相互作用による中毒死は、1999年には13%であり、2011年には31%であった。フェノチア人誘導体、バルビツール酸誘導体、ベンゾジアゼピン系薬剤のような、中枢神経抑制薬のほか、アルコール、ワルファリンのような工業庫薬など、抑制作用を増強させる薬剤の併用によって、 抑制作用が増強される可能性がある。薬物動態学的相互作用オキシコドンでは、サイプ 2D6 を阻害する薬剤によって、血中濃度が高まる可能性がある。フェンタニルは、サイプ 3A4 を阻害する。オピオイド受容体はミュー、カッパ、デルタ、シグマ、イプシロンの5つが知られている。シグマはナロキソンによって寄光されないため、 特異的オピオイド受容体とは考えられなくなりつつある。イプシロンは難易性オピオイドであるベータエンドルフィンと結合性が高い以外あまりわかっていない。2007年現在、μ、カッパ、デルタの3つが特異的オピオイド受容体と考えられ、特にミューとカッパが臨床医学では重要視されている。薬理学的にはミュ μ には2つ。 カッパには3つのサブタイプが知られている。静脈麻酔では、ミ μ1 が鎮痛、ミ μ2 が呼吸抑制を担っていると考えられて、ミ μ1 の特異的アゴニストが開発できれば非常に扱いやすい鎮痛薬になると考えられている。医療大麻は低用量で、オピオイドで鎮痛効果を増強する。1999年から2010年のアメリカの 全50週の死亡証明書の分析により、週ごとの医療大麻の合法化に伴って、その週のオピオイド系鎮痛薬の過剰摂取による死亡者数は低下している。共に鎮痛作用は主な作用である。様々な調査があり、医療大麻にアクセスできたことで67%がオピオイドをやめることができ、29%は使用量を減らしたとか、 別の調査では30%がすべての薬をやめることができた。オピオイド乱用率は欧州においては一般市民の間で1%未満であった。しかし刑務所人口においては平均30%に上昇していた。またオピオイド乱用者においてはアルコールやその他の薬物の多剤乱用が一般的である。これは他の薬物との相互作用において よりオピオイド関連死を招くことを意味する。縦軸、依存性上に行くほど依存性の可能性が高い。横軸、右に行くほど活性量と致死量が近い。オピオイドは作用量と有毒域が近いため薬事法における激薬に指定されている。アメリカでは医薬品のオピオイドによる死亡は他の医薬品や違法薬物を抜いて最多であり、2010年の 死因ファイルによる38,329例の中毒死のうち16,651を占めている。オピオイド系鎮痛薬による中毒死はアメリカでは1999年から2011年と比較するとおよそ4倍に増加した。1999年から2010年では男性2.65倍に増加したのに対して女性4倍となっている。 処方薬による死亡の4倍の増加は将来のヘロインによる死亡につながるのではと懸念されたが2009年まで増加は見られなかった。しかし2010年と2011年に薬物過剰摂取死の最多であったオキシコドンを2012年に急増したヘロインが上回った。2016年8月アメリカ食品医薬品局は極度の眠気、呼吸抑制、 昆衰及び死亡につながることがあるオピオイドとベンゾジアセピンの併用について、それら薬品に最も強い枠内警告を追加した。2017年にトランプ大統領はオピオイド危機について国家非常事態の宣言を予定し、これは公衆衛生上の非常事態の宣言となった。これはアメリカでのみ強く起こった事態である。年代半ばに、 オキシコドンは38人での研究だけに基づいて依存が発生しない革新的な薬として広く販売されるようになったが実際の日常ではまだ痛みが完全に消えていない人々はより多く用いまた薬物への欲求を増大させるものであったしかし製薬産業は医師への豪華な接待や病院の待合室で再生されるビデオを通じて積極的にマーケティングし 医師もしばしば時間のかかる痛みの原因の特定よりも痛みを感じさせなくする方が簡単であった。1999年から2011年ではオキシコドンの処方量は6倍となり次第に世界の81%をアメリカ合衆国で消費するようになった。依存者はもちろん薬物の売人たちもニーズの変化に従ってクリニックからクリニックへと痛みを訴えては 処方箋を入手しようと試み、安易に処方を行う医師たちはろくな診察もせず、彼らに処方箋を書く。さらに医師には処方箋のために受け取る賄賂や医薬品を転売することでも大きな収入をもたらし、この危機は犯罪や暴力の大きな動乱を起こさないため、目立たず静かに進行していった。こうして薬の販売が増えて利益を上げる製薬産業。 手間いらずで患者を満足させ、患者数の増加と処方箋を書くための賄賂や転売で、儲ける、医師、合法な処方箋による麻薬の入手が可能となった、依存者と売人の需要が噛み合ったサイクルが完成し、芝叩く間に、オピオイドは、アメリカ中に蔓延した。監視を逃れるため越境して、メキシコで薬を入手したり、ついには、現金ではなく麻薬目当てに薬局に強盗が押し入る。 事態も起きた。医師は問題に気づき、処方箋監視プログラムの導入もあって2010年からの5年間で、処方量は18%減少し、依存者はストリートのヘロインに向かうことになるが、そこへ登場したのはヘロインよりも50倍強い、効力を持つ中国から密輸されるフェンタニルであった。常述の通り、オピオイドは、 作用量と致死量が近く、量を間違えると死亡しうる。こうした死亡を減らす取り組みには、職業訓練を行う一方で、監督か注射施設を用意することであり、カナダでは35%の死亡の減少、全国的に展開するスイスでは半減している。これを実施するためにはアメリカは薬物戦争を終わらせなければならず、そのための準備はまだない。 過剰摂取の対策として、鎮痛効果を維持しつつ依存性が少ない、オピオイド化合物の研究が行われている。オピオイド受容体のアンタゴニストであるナロキソンが、麻薬喫抗薬として、臨床的に使用されている。オピオイドの副作用は、ナロキソンの投与によって軽減することができる。静脈注射後、1から2分で作用が現れ、30から60分持続する。 作用時間が短いため、モルヒネのように作用時間の長いものに対して使用するときは、ナルキソンの効果が消失した後に再びオピオイドの副作用が現れることがあり、注意が必要である。ナルキソンの副作用として、血圧上昇、貧脈、排水腫がある。ありがとうございます。